相手アスリー俺らでマイクさばこうぜハスリン。またこの場で俺らベスト8。まあ目の前の相手蹴散らす。イエー、名言はマジでフローだけ、中身がうずっぷれ、マジで軽いぜ。軽いパンチを受けたってひるみはしねえ、若手が叩き上げ。やばい試合見た後にやばいバトル見たいやつはしっかりと手上げとけ。いや若手もハイテンション、ここで炎で燃えて大炎上。榊原お前は今だ、まるでこれは未だに止まらないような感じか。えい、まるで榊原ならば肛門の上にさらし首。 Yeah、宮崎日南、同じ地元ひもとくルーツから始めるぜ。いえ、ずっと高嶺の花だった先輩が今ヘイト、ヘイヨ。このやり方マジで適当だな、ですがね、全く物足りねえ。消化不良な試合続きすぎ、そこらで上げようぜみんなでヒュー。よ、ベスト8でもまた先行がドロ、お前と魂の会話をしたいよ。俺は推し因があんまできないから、何が言いたいかわからないならすぐ察知マイナー。聞いてくれ、今日立ってるよお立ち台だけど、ちょっとごめんな、ここでお亡くなり。わかりますか、音に乗れることもできないようなビート雑魚、この場所で消えちまえない。